伊沢さん、おめでとうございます。どうもありがとうございます。レース展開しっかり、力出し切って優勝掴み取った感じ。まあ、展開を、うまく揉んできたっていう感じでした。近畿勢4社だったですけど、二段掛けもという想定出てくる。それもまあ、昨日のレースもあったので、考えてはいましたけど、それよりも自分はもう自分のスタイルを貫くことだけを考えました。実際こうやってしっかり結果を出せたということを、すごくこう力その証明できたという証明できたというか、もちろん優勝って大事な一戦ですし、すごく価値のある結果だとは思うんですけど、この優勝に至るまでにやっぱり初日からこの4日間、ずっとそのついてくれた先輩たちにはもうずっと迷惑かけてしまった結果だったので、そういう部分でも今日は絶対その優勝という形でみんなに恩返しというよりは何て言うのかな、頑張っている姿を見てもらって、また次の舞台で一緒に頑張りたいという気持ちでペダルを踏み込みました。またナショナルの厳しい合宿やトレーニングの中と、海外戦もある、そういう厳しさの中でこう戦う中の、充実はしっかりできていると。すごく充実していると思います。もうすぐ世界戦があると思うので。そうですね、世界戦に向けて、今ずっとトレーニングしてるんですけど、もう本当調整時期に入っていて、練習量もどんどん、この G1 後に減らしていくような形になっていたので、ちょっとずつこう疲れを抜きながら、次は世界の舞台で活躍できるように頑張りたいです。じゃあまた世界で頑張ってください。ありがとうございます。優勝、新田雄大殿。塩手様、ありがとうございました。やったシーカー10連発、シーカーですね、さっき聞いてましたよ。シーカーです、シーカー10連発いきますか。お願いします。新田選手、いくぞ、せーの、シーカー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 だ。東京オリンピック2020年が待ってるな。よし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 、進化だ、進化だ、進化だ。お隣もお願いします。すいません、次こちらお願いいたします。